鶴丸ボーイは、日本の競争場及び、守護場である。主な勝倉は、2004年の安田記念、2002年の金社地賞、中京記念。父と母を管理した、橋口孝次郎厩社に所属していた。2000年の夏、小倉競馬でデビューし、勝利。その後は、小倉三歳ステークスなど、重賞やオープン特別に出走するが、上位人気に応えられない競馬が続いていた。 2001年春、自己条件に戻って2戦目の矢車賞で2勝目を挙げる。その後は、同年の冬まで休養し、復帰後も勝利はなくその年は、条件場として終わる。年明け早々の満した条件を勝利し、続く、アスカステークスを3着。格上挑戦となった中京記念で重勝初勝利を、飾る。その後、大阪杯5着を経て、 メトロポリタンステークス優勝、中京記念と同舞台の金舎地賞ではエアシャカールを差し切り優勝した。GI 初挑戦となった宝塚記念ではダンツフレームに首差及ばず2着と赤敗。秋は京都大商店2着の後、天皇賞では11着と惨敗を喫する。この後、ジンマシンのため翌年まで休養する。GI 路線の常連となるが、 天皇賞は4着、宝塚記念、天皇賞は連続2着、ジャパンカップは、おもばばの中15着と大敗、有馬記念は4着と、あと一息のところで、なかなか GI に手が届かず、もどかしい競馬が続いた。初戦となった大阪杯6着後、天皇賞を回避し安田記念に出走。騎手もそれまでの横山のりから安藤勝美へと乗り換わる。 単勝6番人気であったが差し切り念願の GI 初制覇を飾る。その年の有馬記念発着を最後に現役を引退し、シュボバとなる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2005年よりダンスインザダークサンク初の後継シュボバとしてアロースタットでつなぎようされ、初年度は57頭に種付けを行い、その後32頭が 決闘登録された。2008年、初年度ン区が競争場デビューし、6月24日に、旭川競馬場で行われた2歳未勝利戦を、ピエール・フラミンゴが制し、ン区が初勝利を挙げた。2006年産のボバシャーは、オープン入りし、オープン特別競争、オアシス・ステークスで二着するなど活躍している。しかし、3区のオープン入りは、 そのシャア一頭で、2006年は19頭、2007年は5頭、2008年は4頭と、毎年しつけ数が減少していたことに加え父、ダンスインザダーク自身が種ボバとして健在だったこともあり、2008年の繁殖シーズンをもって種ボバを引退し、ノーザンホースパークで乗馬になった。4年間過ごしたアロースタと9月24日にタイウマやし、巨勢手術を受けた後、 10月1日乗用場として、ノーザンホースパークに入場した。2009年7月28日、乗馬競技デビューに向けて訓練中と報じられた。2011年10月に、福島県天栄村にある、ノーザンファーム天栄に移り、牧場スタッフの乗馬練習用の練習場となった。2020年に引退名馬つなぎ用展示事業の女性対象場となった。 母は朝日チャレンジカップ、小倉日経オープン、スイートピーステークスの勝ち馬。おじに、中日新聞杯、カブト山記念を制した鶴丸外線。全妹鶴丸シスターは、のじきくステークスの勝ち馬。ありがとうございます。